協定は岐阜県と岐阜市、県警、それに岐阜市教育委員会の4社で結ばれました今回締結された協定では岐阜県と岐阜市、岐阜県警の児童虐待の担当部署の職員を1つの部屋に集めて虐待事案への迅速な対応と連携強化を図るのが目的です1つの部屋に各機関の職員が集まって対応するのは全国初の試みということです 4月1日に岐阜市内に子どもサポート総合センターを設置し、各機関の職員26人が常駐して対応にあたる予定です。岐阜県の古田知事は、児童虐待の重篤なケースを見過ごさず、県民の安全・安心を深めていきたいと話しました。